はい、令和5年論文本試験、会計学午前管理会計論の公表と解説を始めていきたいと思います。担当はレクセン人工士二校史二本目です。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、皆さん本試験お疲れ様でした。まあ、今回ね、あの、会計学午前、まあ、一緒に振り返っていきたいなというふうに思いますけれども。まあ、あの、全体的な難易度としてはやはり難しいですね。まあ、解き終わった後ね。 全くできたっていう手応えを感じなかった方がほとんどなのかなというふうには思います。結構ね。その形式的にきついなって感じるところが、特に第2問についてはあのありますけどもまあ、1箇所間違えるとね。派生して何問も間違える形になりますので。 まあ本当にもう0か100かみたいな世界になってくるんでね、ちょっとまあこういった出題の形式面で、ねあのー、出し方としていかがなものかと思うところはどうしてもあるんですけれども、まあ、ただまあそれはね、あの文句言ってもしょうがないんでね、まあ、できている人はできていると、もうで,きまあ、できない方が大多数ではあると思うんですけども、あのー、まあそういう得点差が、ね、かなり生じる仕様にはなってしまっているというのが今回の問題ではあります。 でまあ、全体的な分量もまあまあ多いですし基本的に時間内に全部解き切るってことはあまり現実的ではないので、まあ、どこに理想スを割くのかっていう問題になってくるのかなとは思うんですけど、まあ、とりあえず第一問の問題1っていうのはこれも絶対正解していかなければいけない内容でここは高得点取りたいところですね。計計算算理論も何も何難しいいいいこととは聞いていななのののであのもう基本的なテキストの説明レベルの計算問題と もう典型的な理論っていうところが問われているだけで、理論についても、特に文章を書かせる問題にはなっていませんから。あの一言で回答するような問題になっているだけなんでね。まあ、この辺っていうのは、もう高得点っていうのを確保していかなければいけないな、というところではあります。まあ、本当に高いレベルの戦いが求められると思いますね。まあ、配点、まあ、二十五点振られていると考えたときに、まあ、そのうち、個人的には、もう二十点以上っていうのは、取ってもらいたいかなっていうところではあります。はい。 まあそれぐらいねあの難易度的には低いものになっているのであの今回の試験においてはここがもうできてないとね基本的にはもう全体ととししても厳いいい結果になななるんじゃないのかなと思います第1問問題1ができていなくてそれ以外の問題ができるっていう方はねあんまり受験生の中ではいないのかなと思いますんでねここはもうしっかりと時間をかけてね確実に正解していただきたかったかなってところです。 で次の第1問問題2に関してはまあこれはねあのしっかり時間かければあの全然難しい問題ではないのであの正解することができる内容高得点狙える内容ではあるんですけども。 まあこの限られた時間の中でこの問題を見たときにまあどう感じるかっていうとまあかなり個人差はあると思いますけどまあ大抵の受験生はねまあこれはあんまり手をつけちゃいけない問題なんじゃないかなっていうふうにまあ感じるのかなとは思うんですよ。なのでまあとりあえずねまあこの第1問問題2っていうのを飛ばして次の問題に行こうかっていうところでまあ第2問なんかを見てで今度第2問は第2問で難しいのでそこでハマっちゃうみたいなね あのどれも中途半端に手を出して最後までねたどり着かずに全く得点に結びつけることができないみたいなことがまあ起こりうるねまあそういうちょっと怖いねまあ問題が続いているような状況ではあるんですけどまあこれも割り切ってね第一問問題2にすごい時間をとってもらってもう一番最後のまる丸々捨てるぐらいの感覚でね望んであげた方が結果的にうまくいったっていうケースがあるんじゃないのかなとは思います。というのもまあ最後が一番ねちょっとひどいトラップが。 置かれてますから、まあ、その内部振替価格の設定でしか、差し引き基準を使わないとね。まあ、いけないっていうところででここ間違えるとね。もう以降の計算っていうのもほぼ間違えるような形になりますから。まあ、もうね。初めの設問ぐらいしかね。正解することが難しいっていうところになってくるので、まあきついなというところではありますよね。しっかり時間をかけてね。あの最後の問題に着手した方もいらっしゃるとは思うんですけども。 まあ最後までね正解にたどり着けた方っていうのはほとんどいないんじゃないのかなって感じですはいだからまあこの第1問の問題2か第2問の問題1かまあこのいずれかにねしっかりとリソースを抑えてどちらかねある程度あのいい点数取れていればねあのもう合格ラインっていうところは余裕で超えてくるのかなっていうところではありますねはいただまあこういったものはね結局あの全部問題解いた上で結果的にまあこういう時間配分が良かったよねっていうね あのそういった結果論を、ね、お伝えしているだけなんで、まあ、あの受けてる時に、ね、そんな冷静にこの問題が難しくてあの解くべきではないなとか、ね、あのこっちの問題にリソースを割くべきだなとか、ねまあ、そんなことを、まあ、冷静に判断した上で、ね、適切な配分っていうのをできる受験生の方なんかい,ないませんから、まあ、あくまでも、ね、結果的な、まあ、話として私がお伝えしているだけなんだと思ってください。はい、ほとんどの方は、ね あの大問丸々一問捨てるみたいなねそんな感覚であの受験に臨まれる方っていうのはいないでしょうしまあそれはやるべきではないってことはねあの通常の講義の中でもお伝えしていることで,ことではありますからまあどの問題にもねあの最低限20分以上は時間かけている方がほとんどだとは思いますんでねただまあ結果的に一番最後の問題は20分ぐらい時間かけてもねあの全く無駄に終わってしまう可能性が結構高いのかなっていうところなんで。 めの内部理解科学が合ってないとねもう全く以降の計算っていうのが意味をなさないってところになりますから、まあ、非常に恐ろろしいところではありますよ、ね、ただまあいつも言ってることではあるんですけどその今回とかね第2問においてあの具体的な数値を使ってね、まあ、理論の回答とかを書かせるような問題になっているわけですけど問われていること自体は典型的な理論なわけですよ。 そこにまあ具体的な金額っていうのを肉付けするだけなんで、まあ、この金額のところが間違えていてもね一般的な理論っていうところを記述するだけでもねある程度得点は来るはずなんですよ。なのでまあその計算ができてないのに理論なんか書けるかよって思うかもしれないんですけども、あのー、そこはねやっぱり計算に自信がなくてもある程度理論の記述っていうのはしてほしいところではあるんですよね。 そうしないとね完全に理論問題っていうのが丸々点数を失うってことになりますから何かしら書いたらね一点でも拾うチャンスっていうのが生まれるわけですからね可能性を残すっていうのは、まあ、受験をしていく中ではねやっぱりどの科目でも言えることですけども大事なことでではあるんですよね、まあ、これはちょっとね今回の本試験の,あの管理会計とはねあの直接的に関係ないことではありますけどもあの他の科目でもそうなんですけど白紙答案を出しちゃうと それだけねやっぱり心理的なプレッシャーにつながっていくんですよまあ他の以降の科目を受ける時にこっちで挽回しなきゃいけないなとかっていう風な気持ちになってくるんでね、まあ、そうなってくると、まあ、ちょっとイレギュラーな問題とかを見た時にそこでまた焦りが生じるってことになりますからある程度ねその理論問題とかで、まあ、正確な回答がわからないにしろ一応埋めたっていうね、まあ、そういうあのー 実績を残しておけばですねもしかしたらそこで点数が振られる,振られる可能性があるんでねあの将来にそういった、ね、可能性を残しておくっていうことは以降のの科目の受験をする上でも大事なことではあるんですよなんでまあこの話とかもねあのおそらくどっかで私ね、まあ、毎年してることではあるんでお伝えしてることではあるんですけどもとにかくまあ白紙を作らないと。 そそれはまあその問題の得点の,、ね、あの可能性がなくなるからね白紙にしちゃいけないっていう意味もあるんですけども、まあ、そういう心理的なプレッシャーにね一個をつなげてしまわないように一応可能性を残しておくくとととということはとにかく必要なんだとでそのことをね、まあ、実践できていた方はね、まあ、あんまり後ろの科目に尾を引かずにね取り組めたんじゃないのかなとは思うんですけどもまあとはいえね、まあ、なかなか本当にまに、あ、今回シビアで。 あの具体的なそういった、ね、数値っていうところがない中ね、まあ、書いていくっていうのはまあきついところはあるんですけどねそこはね、まあ、受験生全員に共通するところなんでその中でもね一点でも拾えるようにねちょっとあがいた方がもしかしたらねあの部分点っていうのを拾え,る拾えているんじゃないのかなとは思います、はいでまあ、すいません話戻しますけど、まあ、第2問問題2っていうのはとにかく質的には難しくはないんですよ第第問問問問題題ですねはは質的には難しくない ただまあいかんせん時間との兼ね合いなんでこの問題だけに50分とかリソース割いていいんだったら結構あの高い点数を取ってくる受験生多いとは思うんですよただまあ一問30分区切りとかでやっている中だとまあ結構焦っちゃう問題かなとは思いますはいだからまあどこまで得点取れるのか結構個人差がこの問題は出やすいところだとは思いますねただまあこういう問題の出し方は結構いいとは思うんですよねあの 内容的ににはは別に知らなないいいことと出していないとただまあ学習のね効果的な面から見るとね、まあ、同じような計算を何回もやらせているだけなのであの復習しても特に学習効果っていうのは得られないとは思いますけれどもただまあ問題としてはねそういったあの、まあ、現場対応力じゃないんですけども、まあ、情報処理の能力とかを問う問題としては、まあ、いいのかなとは思います。 で間違いも特に派生する仕様にはあまりなっていないのであの1箇所間違えても他の箇所で正解ってことが可能な問題となっておりますから、まあ、そういった意味でもねあの第2問の問題と比べてみると、まあ、だいぶ新設設計になっているのかなとは思いますね。はいで次の第2問問題1はねこれも問いの1は絶対正解しなきゃいけないんですけどもで問いの2番がねとにかくあのまあひどいというかねまあこれ あから絵まで回答欄ありますけどこれは「と思うんですよねあ」が正解できて「あ意とが間違えるってことはないでしょうし「あ」間違えていれば基本的に「い」も「い」と「も間違えてるでしょうからねどっか1箇所だけ正解してるとかってことがあんまり状況として起こりえない問題となっているのでまあなんでこういう出し方にしてるのかあんまりよくわからないんですけどねこればっかりはね別に何かね。 アの計算とイの計算とウの計算で、あの必要な知識とか能力が違うかっていうと全然同じですからね。アの計算できたらイもウもできるはずなんでね。ここにあの三箇所もね回答欄っていうのを設けるのはあんまり問題としてどうなのかなっていうのはやっぱり思っちゃうところはありますよね。全部同じなんでね計算のやり方がね。なんか違うんだったらわかりますけどね。まあ、基本同じですから。 まあそうなってくるとねまあちょっときついなという印象はありますよね。はい、でこの「あ」から「う」まで間違えると当然「え」も間違えることになりますからねもうここはもう0か100かになっちゃいますよ。はい、でただこの問いの2番のね「設問1」ができなかったとしても設問の2番についてはね、まあ、正解することはまあできなくはないのかなとは思うんですよね。この 活動原価の全額を製品に配布する。その上でね、販売単価を設定することの問題点について指摘しなさいねってことで、まあ、材料発注活動の原価の数値を用いて説明って言ってるんですけど、さっきも言った通り、この数値自体は別に分かんなかったと仮にしたとしてもね、あの別に計算結果がね間違えていたとしても、あの文章として別に合理性があれば正解にはなってくるかなと思います。ただ、ここの数値はそんなにあまり間違えるって感じでもないんでね。 まあ材,料材料発注活動については、まあ、これはバッチレベルの活動ということになり発注処理時間に基づいて、ね、活動ドライバーというところが発注処理時間として与えられているので、ねまあ、これに基づいて各製品に対して割り当て計算していけばいいわけですけども、まあ、1バッチあたりの時間というのが示されているので、まあ、このバッチ数というところを求めて、まあ、そこに1バッチあたりの時間というのを乗じて、まあ、各製品の材料発注処理の時間ですね それを計算していけばいいだけなんで、まあ、設問の1ができなくてね、もう2番以降見なかったって方、もしかしたらいるかもしれませんけども、設問の2番については、全然ねあの、ここは部分的に正解できるところではありますから、まあ、冷静にね、進めてもらいたかったかなと思います。内容的には分かりやすいと思うんですよね、結局。メリオキャパシティのコストですね、まあ、これも製品の原価として集計するかどうかっていうのが争点になってるだけですから。 活動原価のすべてをね、製品原価として集計していくっていう手続きを取れば、ミリオキャパシティ分っていうところについてもね、まあ、製品原価の中に含まれることになりますんで、その分だけ割高な製品原価が計算されて、売価も高くなってしまう、まあ、特に、まあ、そういったね、あの競争環境においては、まあ、そういった計算のやり方っていうのは、売価を高めるね、要因になってしまいますので、まあ、販売数量の減少っていうのを招く恐れが出てくると。 まあこの辺は別にロジックとしても分かりやすいと思いますんでね。まあ、部分点は最低限拾えるとところかなと思いますで設問さんの計算はもう全然できなくても構わないんですけども、まあ、理由についてもただまあ難しいですかね。あのー、これもねちょっと具体的な数値を使いながら解説をしていかなければいけないところになりますので。 まあこの第2問問題1については問いの1番の計算とこの問いの2の説問2の理論のところですねここでまあ点数を拾いたいかなって感じですで一方第2問の問題2これはさっきも言った通りね歯科基準単にね単純歯科基準に基づいてね内部振り替価格を設定してしまうっていうミスがとにかく多いと思いますから。 まあ、しか差し引き基準といいいううころに気づかないっていうケースですねまあ試験問題作る側のね心理としてはまあここは正解できるよねっていうねそういう前提で作ってはきてるはずなんですよこれってね。まあ内部振り替する時と外部販売する時の利益が同じになるようにしていきたいわけですよね。 で内部振り替えだとそういった変動販売費っていうのが発生せずに済むわけですから、まあ、その分だけ外部販売する時の単価からマイナスしてあげる必要性があるなっていうのは、まあ、問題の作り手の側からするとそれぐらい読み取ってよっていうところではあるんですけどもただまあねあの限られた時間の中で急いで解いてると、まあ、冷静にその辺の判断をした上で回答できるっていう受験生がどこまでいるのかっていうとかなり少ないんじゃないかなとは思います。まあ、合格者が まあ千数百人いてそのうちのまあ一割二割はいないかなと思うんですけどまあ二割いたらまあ結構あの全体としてやっぱり優秀だなって感じではありますけどもまあ一割から二割程度だと思うんですよねもう半数以上の合格者っていうところであの募集団取ったとしてもですね間違えてる方の方が多分多いんじゃないかなとは思います、はい、ただまあここができているとね本当に点が跳ねる可能性がありますんでね。 もう一気にねこの会計学御膳で点数を伸ばすことができるっていうところではありますからあのできているともう頭一つ二つね抜け出すことができたと思います。まあおそらくね設問のこの問いの1番の設問3ができていればね設問4とか問いの2番についても部分的に点を拾うってことはできるでしょうからね、まあ、かなりの得点差が生じるような仕様となってますね。はい まあ非常に恐ろしいですねあの。こういう形式っていうのはね、まあ、心臓に悪いというか、まあ、受けている中でもね本当に怖いなと感じながらあの受験に臨まれた方が多かったのではないのかなと思いますけどもまあ本当にちょっとね部分点拾えるような仕様に、まあ、してほしいなっていうのは思うところではありますよね。 本当にまあ今の、ね、この形式だとできる人は、ね、ずば抜けた点数取ってきますけども、まあ、あの大多数というところは、ね、もう団子状態の点数みたいな感じになっちゃうんで、ね、間がないというのは、まあ、試験としてあんまりよろしくないとは思いますからね。まあ、そう一部の優秀な人間を拾いたいという、ね、感じの試験にしたいんだったらいいんですけども、まあ、1400人、までで合格率としては、ねまあ、これ答案提出した人のうちの4割程度を受かる試験になっているわけですから。 まあ4割ぐらい受からせる試験ってことを考えたときに、あんまりこういう両極端な、ね、あの結果になるような、本当にごく一部の人が点取れるような感じにするっていうのは、まあ、そういう実力を、ね、あの測定して上から順番にそういった順位をつけていくっていうふうなことを、ね、目的に考えるとよろしくないのかなとは思いますのでね、ちょっとそこはね、まあ、なんか改善できるのであれば改善していただきたいところではありますね。はいでまあ、とりあえず まあいいとして、ね、ちょっと具体的な問題見ていきたいと思いますけどもう第1問問題1についてはねもう各自で見といてもらえれば十分かと思いますここはもう本当に何も難しくないところなんで、まあ、正解できないといけないところですよここはねで第1問問題2の方ですね問題2の方まあこれがどこまでできるかっていうところで本当にかけた時間によるかなと思うんですけども と、まあ、と見はまあちょっと解く気失せますよね、まあ、数値の資料多いですしなんかこういうねごめんなさいあの表形式の穴埋めっていうのが問われているのでちょっとまあ分量多そうですから解く気があんまり起きないなって感じになるかと思うんですけどただまあこれもね結局同じ作業の繰り返しなんでね、まあ、原料 A ができたら基本的に B も C もできるでしょうからね。 もう同じことを延々と聞いてるだけですよね。で、問いの1番の製品 d の原価標準ですね。まあ、これはちょっと落ち着いて正解したいところではありますよね。まあ、ここの穴埋めするだけですからね。そんなに難しいことが問われているわけではないですよ。で、なおかつまあ、ここの前のページのここの資料を拾えばいいだけなんでね。全然まあ正解することが十分できる内容だとは思うんですよね。ここについてはね。 ここも白紙の方はねちょっともったいないことしたのかなと思います落ち着いて穴埋めしていけばいいだけですから特段難しいことは何も問われてはないですねだからもう問いの1はできることを前提に問いの2番ですかねこっからがまあ,あのやってやらないでね差がついてくるところだと思いますけども、まあ、原料 A だけちょっと見てみるとね、まあ、原料 A は数量さえ6 0キロ出てるわけですけど まあこれは完成品7 8 0 0キロと期末仕掛かり品2 4 0キロの合計8 0 4 0キロ分の製造をやってるわけですよね。で元々原料 A の標準的な消費量っていうのは、まあ、これは資料1の括弧あ資料1のね括弧あ2番の括弧1に示されてますけど、まあ、これは仕掛かり品 A を1キロ作るために原料 A は標準的に1キロ必要であるって言ってるんでねこの 8 0 4 0キロ分のね仕掛かり品 A っていうのを作るために8 0 4 0キロ分の原料 A が必要だってことが分かりますから標準消費量8 0 4 0キロから8 1 0 0キロを引いた6 0キロの振り彩っていうのが原料 A の数量彩ですよと。でこの資料1ね、まあ、何を回答していけばいいのかっていうのが一瞬ちょっとねあの迷うところなのかなと思いますけどこの料 原料 A がねこの第1工程仕掛かり品第3工程仕掛かり品製品や売上品に対して何キロ分標準的に消費されているのかっていうのを示しているわけですよね。で第3工程の期末仕掛かり品っていうのは100単位あってで第3工程の仕掛かり品に対してはこの仕掛かり品 A っていうのが標準的に1単位あたり3キロ投下されているわけですから。 まあこの100単位かけることの3キロでこれ3 0 0キロっていうのが空欄2番の回答ということになりますだからまあ割と一瞬で回答自体は終わるところなんでね2番とかもこの表の読み取りさえできればね全然簡単に正解できるところかと思いますで期末製品まあ製品って書いてますけど完成品ではないですからね期末製品ですからね これ完成品の標準消費量を記入しちゃう方もいると思いますけどもこれ期末製品じゃないとねこれ合計が8 1 0 0になりませんから、まあ、期末製品っていうのは、まあ、これは第三工程の完成品2500単位のうち2400単位が販売されたんで残り100単位が期末製品になりますから100単位かけることの1単あたり3キロの材料 A が投下されてるんで3 0 0キロ で売上品は2,400単位なので3キロ掛け算すれば7 2 0 0キロです。これで合計キロになりますねそして原料 A について、まあ、消費の価格差について計算してみると、まあ、原料 A は実際の購入額割ることの実際の購入量で、まあ、2,278円っていうのが、まあ、実際の価格として求まりますよと。 単価円とでこれと標準価格との差を取れば278円の差があってそこに8 1 0 0ロっていうのを乗じてあげれば消費の価格差っていうのを求めることができると278円かけることの8 1 0 0ロでこの消費価格差の金額っていうのを求めることができますと。でこのの消費価格差っていうのを 配配する時の配布率これ278円っていうのはここの差ですね278円この消費価格百278円っていうところをこの数量債とまあ売上品と期末製品と期末仕掛か,かり品に配布していくわけですよねまあ要は8 1 0 0ロから この消費の価格差っていうのは生まれているわけですから、この8,100キロの内訳に着目する。それはこのね、資料一番なんですよ。ここ、ここですね。8,100キロの内訳は示されているわけですから、278円かけることの60キロを計算してあげれば、数量差に対して16680っていうのが配賦額として求まります。売上原価だったら7,200キロを掛け算すれば終わりです。 そしてこの消費の価格債配布後の数量債、これを今度、売上品と期末製品と期末仕掛か,かり品に配布するのが資料3番の表です。この配布後の数量債ですね、60キロ分の振り債、これ1キロ当たり2000円ですね、2000円 ×60 キロ、これ12万、プラスこの消費価格債の配布額、16680、合計で136680ってことになります。 でこの数値っていうのは結局この2278円っていう実際の単価で6 0キロ分材料を消費した時の金額と一致するはずなんで2278円かけることの6 0キロで13万6680っていう金額になってるなってことを確認してください。であとはこの金額をこの8 1 0 0キロから 6 0キロを引いた残りのものに対してね負担させることになるので136,680割ることの8 0 4 0まあこれを計算していただければ配布率っていうのを求めることができますんで136,680割ることの8,040で、まあ、17円っていうのが配布率として求まりますから。 売上げ減価に対してはこの七千二百キロ分負担させるっていう計算をすればいいだけなんでね。まあ特にそういった意味ではね、まあ難しい作業は問われてないんですけども、まあとにかくまあこの表の読み取りですね。ここに若干情報処理能力が求められるところがありますから、まあ現場で対応できたかどうかでまあ個人差が出てくるところかなと思います。で、あと加工費の配布債ですけど。 まあ加工費の配布債についてもう金額示されてますけど自分で一応計算することもできますね。第一工程の標準作業時間っていうのは1キロ当たり1時間なんで0.5時間なんで、まあ、この実際の当月の加工換算量7 8 0 0キロプラス 240×50% で、まあ、合計7 9 2 0キロが当月において加工作業を施した量ということになりますから。 完成品7 9 2 0キロ相当の加工作業をしていてその標準的なあるべき時間っていうのが1キロあたり0.5時間ですから時間です、まあ、第一工程の標準作業時間3960に、まあ、この標準配布率を掛け算すると、まあ、この4960円っていうのを掛け算してあげれば1964万,19万1600っていうのは求まりますから。 それと実際の加工費の金額との差を取ってあげれば、加工費の配布債というのを求めることができますので、それがこちら87万4764ということになります、はい。よろしいでしょうか。で、この874764。 これを売上品と期末製品と期末仕掛かり品に配布をするわけですから、まあ、売上品期末仕掛かり品あ期末製品ですね、まあ、それぞれの数量基準にね、加工換算量を基準にして配布計算っていうのを行ってあげればいいということになりますから、まあ、計算自体は、ね、割と単調な作業になってくるかと思います、まあ、一応配布率も示されてますからね もうこの配布率110.45っていうのを使って第一工程については計算すればいい。まあ、第二工程、第三工程は自分で計算しなければいけませんけども、まあ、この加工換算量ですね、まあ、それをベースにして配布率っていうのを設定してあげればいいですね。はい、でまあただねあの原価債調整後の売り減とかっていうところは最終的に合う必要性は全くありませんので。 まあそこままでできていいいる方は少ないとは思います、まあ、この表を埋めていく中でね部分的に正解ができていればね特段問題はないのかなっていう感じです。で問いの3番はねこれ簡単ですね。減、ま、損、あ、率とかぶどまい率っていう用語を入れつつ、まあ、この減損率の計算っていうところが問われていますね。はい、非常にまあ簡単な問題なんでね問いの3番は完登できる内容かと思います。 で、問いの馬はできなくてもいいですね。まあ、これは、まあ、基本的に見慣れない理論になってくるかと思いますんでね。まあ、正解できなくても、全く問題はないと思ってください。よろしいでしょうか。で、次のところ、第二問の問題一ですね。まあ、問いの一番は、さっきも言った通り、最適成立ミックスの決定で、絶対正解してもらいたい問題となります。 もう制約条件単位当たりの貢献利益の代償関係に着目し最適な製品の組み合わせを求めてあげればいいだけですね。で問いの2番のこちらね ABC の計算を伴う、ね、問題になりますけども、まあ、ABC 自体は別に難しくはないんですけども、まあ、いかんせんね、あのーまあ、情報が多いんでね 途中でケアレスミスミが生じやすすいいい内容ととなっているかと思います、まあ、最終数値についてもね、これ、下購入しなければいけない問題となっているので、まあ、あんまり自信が持てないなという、まあ、そういう感覚になった方がほとんどだとは思います。はいまあ、具体的な計算自体はね、こちらのもう解説の方をね、参照してもらえればいいかと思います。 まあこの変動製造・間接費の金額、まあ、次年度の、ね、そういったあの変動予想というところも加味した、まあ、製品単位あたりの変動製造原価の金額、そして固定製造原価ですね、この加工に要する原価償却費と間接労務費については、まあ、これは作業時間に基づいて配布をしていくという話なので、あの普通に計算してもらえればいいんですけども、加工以外の製造関連活動ですね。 こちらについては ABC 適用すると。で、まあ活動ドライバーとかについても特に計算は難しくはないんでね。あとはまあケアレスミスに気をつけながら割り当て計算をしていくだけという形にはなります。で、この固定製造原価の金額ですね。製品1個あたりに換算した上で、各製品の全部原価っていうのを求めていただければこうなりますと。 でこれを1-30%で割り戻した金額が販売価格になりますよという、まあ、こういった流れですね。でここで求めた売価を前提にしてまた次年度の営業利益の金額を算定するという話になりますからまあなかなか全部正解するっていうのは大変なところではあるんですけどまあ本当に「あ」があっていればね以降の計算っていうところも全部正解が可能なのかなって感じです。 よろししいでしょうかだからまあ問題としてはね、まあ、その資料も多いですし難しく感じるかもしれませんけど質的に難しいことが問われているって感じではないんでねすごい何か解放の仕方っていうのをねひねり出して計算を進めていくっていう感じではありませんから、まあ、いかに落ち着いて対処できるかっていうところですね。そこが求められていいるだけですねはいでも あとの計算と理論についても各自で見といていただければいいかと思います。はい、で問題2についてはもう先ほど申し上げたとおりもう全てはねこのしか差し引き基準で内部振り替え価格を設定するっていうところにつきますかね。でここさえ合ってればね XY 事業部の ROI の計算とかも特段難しい要素はありませんので内部振り替え価格の設定ができていれば。 この問いの一番の計算に関してはね、まあ、感動することも全然できるのかなと思います。はい、もう特に本当に。新しいことも特段問われていませんので。普通に落ち着いて計算していけばね、まあ、正解できる内容となっています。はい。で、問いの二番については、まあ、言ってもね、これは明らかに、もうね、あの。 捨て物だろうっていう雰囲気はあるんでね、まあ、といった方もまあ実際には少ないんじゃないのかなとは思うんですけども、まあ、とはいえまあ他の計算問題で自信が持てなければねこの最後の問題にちょっと時間が余ってるからここに着手するしかないなってことにもなるのかなとは思いますんでねまあその辺りはまあ本題他の計算次第ってところではあるのかなと思いますけどもただ本当にかわいそうなのが内部売り買い価格の設定ミスってるにもかかわらずこの問いの2番をやってしまった方ですね まあその方がまあ一番ね、まあ、この時間のロスがでかいと思いますから非常にあのちょっと厳しい結果になってしまう可能性が高いのかなと思いますまあもちろん第一問ができていればね別に問題はないかなと思うんですけどもまあ問いの2番もね全部正解するっていうのは厳しいんでねまあ部分的に点が拾えればいいんですけどもまあそれすらもなかなかねきついってところなんでね まあ本当にちょっとねあの問題の形式的にね、まあ、シビアなそういったね戦いが強いられるような仕様になってますねでまあこれ最後の問題結構計算の分量もまあまあありますね面倒、まあ、くさいですよ割とねこれはねただまあ理論としてはね本当に典型的なものが問われているのでまあ目新しい理論は特にないかと思います、まあ、この説問の2番で河川敷が指摘する問題とは何かと この単年度の ROI を業績評価基準に利用することから生じる事業部制組織管理上の問題ということでまあこれは何かというところが具体的な数値を用いてね問われているわけなんですけどもまあでも典型的な理論として ROI に基づいて事業部長の評価をしていればまあこういう本来採用すべき投資案件でもまあこういった短期的な ROI のね減少を嫌ってね採用を見送ってしまう可能性があるんだってことが まあ知識としては引っ張り出すことは別に難しいことではないと思いますんでねそこの内容なんかを思い出して具体的な数値自体はを間違えていたとしても部分点は拾いたいところかなと思います。設問三についてもねこの下線部 D この ROI に基づいた、ね、業績評価この方法にはねこの別の問題がありますよと。 まあこの,残余,利益の残余利益を使った評価にはね、生じない問題で ROI を使った評価だと生じる問題についてね、まあ、この説問2番で答えた以外のことっていうのをね、回答として記述していくわけなんですけども、まあ、これ資本コストの話ですね。資本コスト。まあ、資本コストを計算用として加味していないんでね。 資本コストっていうのは基本的にリスクが反映されているものになるわけですから、まあ、リスクに応じた、ね、リターンの評価っていうのをすることができないっていうところが問題なんだということがね記述できていれば、まあ、部分点は拾うことが十分できるという内容となっています。はい、で、質問4についてはねこの残余利益に基づいた業績評価は NPV 法による評価と整合的これまあねあの過去の本試験でも取材がある内容になってますけども。 理論問題集にも、ね、記載がありますから、まあ、これも部分点自体は別に拾えるかなとは思うんですよね。まあ、その残余利益の割引現在価値合計っていうのが、まあ、NPV とね、まあ、等しくなりますと、まあ、そのことをね、まあ、指摘してあげればいいだけなんで具体的な数値が間違えていたとしてもね、まあ、そこの結論部分っていうところを示すことができれば、まあ、何点かね点は振られるのかなとは思います。はい、よろしいでしょうか だからまあ管理会計についてはねあのー、ちょっとねそういうメンタル勝負と言いますかね、まあ、最後の最後まで本当に1点でも何か拾うチャンスがないかどうかっていうのを諦めずにねあのー、探すことができた方っていうのは結果的に相対的にねあのー、少しいい点数っていうところを確保することができている可能性がありますんでね、まあ、そういう諦めずにね取り組む姿勢っていうところが他の科目以上にね必要だったのかなというふうにはちょっと個人的に思うところではあります。はい よろししいでしょうか。まあ、それでは、ね、簡単ではありますけども、まあ、こちら令和5年のね論文試験本試験の公表と解説ということになりますので、えー、皆さん本試験お疲れ様でした。